成田隆一、大正デモクラシー第一章、民本主義と都市民主。1、日比谷焼き打ち事件と雑行僧、群衆の衝撃。まずは東京僧正画報を開いてみよう。日露戦争さなかに刊行されていた戦時画報の臨時増刊である。便4版のグラフ紙で、国木田哲夫、かっこドッポが編集主幹となっている。巻頭には、巡査派出場焼き打ちの実況の図が掲げられている。モノクロだが、群衆が派出所を壊し、その残骸に火をつけ、規制を上げている様子が描かれる。手前には巡査の靴が転がっている。行動する人々は作業服に地下足袋を履き、頭には鉢巻きをし、日雇い風に描写されている。他方、内務大臣官邸を焼き打ちしている図には、石が飛び交い、煙が上がるなが、昇る中、和服や作業着に、パナマ帽や提灯帽をかぶる人々が見られる。どちらの図にも、行動する人々が描かれている。東京僧正画報はそれらの人々を群衆と記すが、実況図に写真が組み合わされ、彼らによる帝都の焼き打ちが描かれる。また後半には作家矢野竜慶が僧正の見聞記、デタラメの記を記している。元来は日露戦争の状況を 図像と文章によって伝達していたその手法で、画報には群衆が暴動に参加する光景がリアルに描かれている。ここには群衆の登場による驚きの感情が見られ、破壊という秩序の動揺がなされたことが描き留められている。僧正の始まり。この画報に特集された東京僧正とは、1905年9月5日から7日にかけて引き起こされた、いわゆる日比谷焼き打ち事件を指している。日露戦争終結後に、アメリカのポーツマスで締結された講和条約に賠償金が盛り込まれなかったことに不満を持つ人々が、東京日比谷公園に集結し、国民大会を開いた。その後、付近の内務大臣官邸や講和賛成を唱えていた国民新聞社を焼き打ちし、さらにそれを阻止しようとした警官隊や軍隊と衝突した事件である。9月5日に、講和問題同志連合会、河野弘中、大竹寛一らが講和反対の国民大会を計画したが、政府は事前に禁止、連合会員を検索し、会場の日比谷公園は封鎖された。だが当日朝早くから日比谷公園に人が集まり始めた。その数は4000人に及び、門を開け、関心の手先などと呼びつつ、叫びつつ、封鎖された門を丸太で押し破って公園内になだれ込み、それを阻止しようとする警官隊と衝突した。この時警官隊は剣を抜いて人々を威嚇し、そのことが人々をさらに激高させ、投石が行われた。その数は数万とも7、8万とも報じられている。こうして混乱の中で花火が上げられ、10万の赤血をいかんせんと記した風船が飛ばされ、大会が慌ただしく開かれた。超講和成立との黒枠の長期を押し立てるものがあり、臨時の演題が仕立てられ、大竹が演説し、河野が条約不成立の決議を朗読した。そして君が代を採唱し、皇帝陛下と陸海軍の万歳を参照して大会を終えた。この後主催者は日比谷公園から演説会場である新富田に向かったが、途中で約2、3000人が20橋前に進んだ。この一団は楽隊によって君が代を演奏し万歳三唱を行うが、騎馬巡査らが阻止したため衝突し、投石が行われた。新富座では警官隊による厳重な警備体制の中、人々が開会を待ち受けていたが、清橋署長が弁士の登場前に解散を命じて人々を退場させ、従わない者は引きずり出したため、ここでも投石がなされて大混乱となった。この新富座にいた一団は日比谷公園から流れてきた人々と合流して、数千人の集団となり、国民新聞社に押し寄せ、看板を壊し、投石してガラス窓を破り、臨天機や活字を破壊した。さらに首相官邸に向かおうとしたため、夜半になってから、第一師団や近衛師団の3個中隊が疾病し、警戒に当たった。他方、日比谷公園正門前の内務大臣官邸を数千人の別の一団が取り囲み、正門を破壊し、抜剣した警官隊と衝突している。こうして日比谷公園の周辺で群衆と警官隊、軍隊との間に衝突が見られた。焼き打ちと戒厳令。僧正は夕刻になり一層激化した。銀座から万世橋へと向かう日本橋大通りを駆け抜け、人々は道沿いの警察署や交番、派出所を焼き打ちし始めた。京橋警察署管内では、放火隊1004人が3手に分かれて押し寄せ、警察署こそ軍隊の力を借りて防いだが、管内の京橋警察分署と15の派出所が焼き打ちされたほか、2つの派出所が破壊されている。また日本橋警察署でもガラス窓が打ち壊され、管内の派出所は26カ所が焼失した。このほか神田本郷、下谷警察署管内など、下町を中心に被害がひどく、
5日の夜半には都合2つの警察署、6つの警察部署が焼かれ、交番や派出所の被害は203カ所に及んだ。翌6日も騒動は続いた。その夜には日比谷交差点と四谷見附では、市電を止めて乗客、乗員を降ろし、それぞれ11台と4台の車両を焼き打ちにした。また焼け残った警察署のほか、浅草本所、下屋のキリスト教会13カ所、神田のニコライ堂にも攻撃を行う。政府は6日夜に戒厳令を敷いた。そのため7日には、市内に73の検問所が設けられたが、騒動はさらに続き、内務大臣官邸の周囲には人々が集まり、日本橋警察署など2カ所に向かう集団があった。国民新聞社前を警官が固め、依然、焼き打ちの風雪は絶えない中、市電も午後6時に運転を中止している。そしてこの日、ようやく騒動は収まった。雑行騒。この騒動は死者17人、負傷者は無数、逮捕・起訴された者は311人という大きな出来事となった。しかし、計画性や組織性はないとされている。起訴された者の内訳から、この騒動の3カ所を探ってみると、人足、車夫や職人など、都市で雑業に関わる者や、職工、職人などが多い。実際、5日夜半に赤羽橋際派出所を襲った一団は、肉地盤の肌脱ぎにて、高く棍棒をかざせる5、6名の巨怪を先頭にして、手に棍棒を構え、時を作って襲撃したという。都市の下層に隣接する階層の人々で、彼らは日露戦争の影響を正面から受け、タバコや砂糖などにかけられた大衆課税の導入はその生活を圧迫していた。また産業化の中で生業の不安定さも顕著で、人力車夫は路面電車の登場によって顧客を失いつつあった。彼ら都市における雑業層は、生業の場で親方や中小商店主、中小工場主である旦那衆に雇われていた。また商店や旦那衆が経営する借家、借間に詰まっており、雑業層は生業と居住の場で旦那衆に20人従属していた。大通りに面した旦那衆の居住の場の裏側の路地が彼らの空間であった。騒動の最中に彼らが駆け抜けた大通りは馴染みの空間であり、焼き打ちした警察署出所は日々に接し、抑圧を感じていた場所でもあったろう。旦那衆。だが日比谷公園に集まった人々には雑業層とは異なる階層も見られた。よろず情報によれば日比谷公園に集結し、新富座の演説を聞こうとする人々は、多くは地方より来たれる人であり、年齢も40以上の分別盛りで身回りも整い、家を蓄えた者や軍人、遺族が多いという。また公園内の集会参加者には、ほとんどあらゆる階級、あらゆる職業の人々がおり、年齢、性別も様々だが、皆その父兄、愛子を犠牲とし、言論を革新に向かって深き憤りを有し、深き怒りを抱ける人々とされる。軍人や軍属の姿があったとも報じているが、旦那衆自身の姿である。こうして9月5日の出来事に関わった人々には、講和問題同志連合会など、講和反対の大会を主導し、そこに集まった旦那衆と、騒動に積極的に参加した雑業層の2層が見られた。旦那衆が関わる非講和運動は、この前後に東京、横浜のみならず全国的に広がっており、大阪、名古屋、京都、福岡の大都市をはじめ、呉、栃木、富山、岐阜など各地で大会が開かれていた。いずれも数千の参加者が見られ、200を超える講和への反対決議、上層が出されている。新聞記者と弁護士。この時2つの階層、集会と騒動との2つの事態を連結させたのは、新聞記者であり弁護士であった。東京で発行されている宮古新聞、二六新報、よろず情報などは、盛んに講和反対のキャンペーンを張り、東京朝日新聞の場合、講和事件に関する投書として、読者からの投稿を掲げ、講和条約が屈辱的であるとの意見を多く紹介した。日比谷での出来事については、集会の様子を伝え、騒動の最中の警官たちの罰権をはじめとする横暴な振る舞いを批判的に報道する。そのため、よろず情報は3日間、東京朝日新聞は15日間発行停止の処分を受けている。9月5日以降は、投書の大半は焼き打ち事件への言及となる。東京朝日新聞への投書は、当局者は速やかにその責任を明らかにし、もって罪を上下に射せざるべからずとし、さもなくば紫外線の修羅場は今後も勃発すると述べている。さらに警察官を告発したのは弁護士たちであった。東京弁護士会は臨時大会を開き、警察官鎮圧手段の凶暴を非難し、被害調査聞き書きを行い、流血遺跡として法律新聞に連載するなど、警察官の虐待その他不法行為に目を向けた。動きの鈍い検察を批判するために、翌年8月10日には、本郷座で検事長の問責演説会までが催され、3000人が会している。彼らは同時に、京都召集、
被告事件の弁護を行い、河野大竹らと雑行僧との双方を担当する。後に刑法改正に関連して弁護士たちのこうした姿勢は人権擁護として集約され、1909年12月12日には神田錦館で人権問題正談大演説会を開き、日本弁護士協会6時には人権問題特集号を出していく。国民の排外主義、無論党の河野博中は集会と訴状を別物とし、人足釈徒などとともに告示を図るがごとき軽率をあえていたしませんという、弁護人の花江拓三も双方の連絡がないとするなど、2つの階層は乖離し、単純には結合していない。だが集会と訴状はともに講和への反対をきっかけにしており、排外主義を内包している。河野の中では自由主義と国権主義、反発批判と国権膨張は矛盾なく結合している。また雑行僧の行動は、かつての日露戦争の勝利や将軍たちの凱旋への称賛と矛盾せずになされている。彼らが駆け抜けた空間は、日清戦争、日露戦争の戦時には勝利を祝して提灯行列や旗行列を行い、戦後には凱旋した将軍たちを迎える祝祭の空間であった。朝鮮や中国、あるいはロシアの人々への想像力は完全に欠落している。注目すべきは、こうした事態が国民の名のもとに遂行されていったことである。先の東京朝日新聞、講和事件に関する投書には、講和条約とそれを締結する内閣への国民の怒りを早朝に見出し、国民の熱血的愛国心に止めることを感謝すと結んでいる。反発や圧政への批判は国民の名のもとに傍聴主義的な国権の要求を含み込み、早朝という形態も取りながら実践された。もっとも国民の基盤は矛盾や潜在的な対立を内包しながら2つの階層が交錯し、それぞれに国民を主張しており、決して一枚岩ではない。2つの階層の結びつきはこの後も継続する。20世紀の初頭にはたびたび都市では騒動が見られ、1918年夏の米騒動まで頻繁に起こる。都市空間には各して秩序を動かしていくエネルギーが充満しており、この動きが大正デモクラシーの悪化点になっている。帝国のデモクラシーへ。同時代の観察者として予知の作像はこうした動きに対し、民衆が政治上において一つの勢力として動くという傾向の流行するに至って初めと論じている。ここでは民衆と表現されているが、日露戦争に勝利をした大日本帝国ゆえに、そこに批判的な主体としての国民が登場してくると吉野は把握していた。政府批判とその主体としての国民、20世紀初頭の日本のデモクラシーは日露戦争の熱狂性を背景に持ち、帝国の構造に規定されたナショナリズムと結合して現れてきている。対内的な姿勢と対外的な要求、政府批判とアジアの人々への姿勢に落差を有する帝国のデモクラシーであった。2. 旦那州の住民運動、ガス会社合併反対運動。日比谷野球中事件から6年後の1911年夏のこと、東京ではガス会社の合併をめぐって大きな運動が展開されていた。東京のガス事業は東京ガスが独占的に行っていたが、中田ガスが創立されると値下げ競争が始まり、それを収束させるために両社の合併計画が持ち上がった。東京市議会の承認が必要な合併であるが、値上げを見越したこの合併に対し反対運動が展開されたのである。新聞記者とともに東京の区会議員、市会議員が中心となり、新聞には連日反対運動の投稿と予定、決議などが掲げられた。東京の各区会でガス会社の合併反対決議を挙げるとともに、演説会を8月下旬から9月にかけて開き、いずれも満場立水の地なかりきという盛況だった。多い時には700人余の聴衆が参加している。さらに区会の連合である区画区連合会を発足させ、ガス会社の合併が独占の弊害を持ち、東京市民を欺く者との決議を挙げる。市議会で合併案が審議される12月1日には、錦館に2000人を超える人々を集めたガス合併反対市民大会が開かれ、合併認可は市の公益を、市民を侮辱し、さらに市の自治権を蹂躙する横暴の虚さと決議した。会場は殺気充満していたという。運動の核となったのはガスの利用者である中小商工業者、つまり旦那衆である。ガスはもっぱら明かりに利用しており、日本橋の魚市場は抗議のためにガス点灯開始を決議し、神田区の旅館組合業者も合併反対を表明した。旦那衆の運動。旦那衆である中小商工業者は都市において分厚い旧中間層を形成し、地域の人々、僧侶の主体となった造業層を雇用し、とび、左官、大工などの出入りの職人や御用機の商人を抱え、居住空間では造業層を棚子とする家主となる。市議や区議を選出する選挙権を有し、
地域の秩序を形成する名簿家として振る舞い、東京市の場合15区の区会議員と市会議員によってその利益が代表されていた。彼らは短くても数十年、長いものは江戸時代以来の仮地に店舗を構え、日本橋、京橋、神田、浅草など東京の中心部で長年の信用に基づく人間関係を築き上げた老舗として商工業を営む。そもそも旦那衆が運動を展開していくのは生活の基盤である借地をめぐってであった。日露戦争後は地価が高騰し、地代が引き上げられるが、それにとどまらず、いわゆる地震売買が横行した。地震売買とは、地主が借地人の了解を得ないままに土地を売却し、そのことを理由に借地人に土地の明け渡しを迫り、一都同様のために地上のあらゆる建物を振るい落とすような行為である。長期間には都市の都市関係の転換に対して、借地人たる旦那衆は、弁護士たちの力を借りながら行動を起こす。議会に借地人の権利保護の請願を出し、1908年4月に借地人保護協会を組織し、演説会を開いて借地人の権利を訴え、借地人大会を催し、借地権保護の立法化を図った。先の1910年の夏のガス問題に始まり、旦那衆は1913年8月には電灯問題、1916年2月には電車問題、18年12月には再びガス問題と、都市における公益企業をめぐる問題を取り上げ、反対運動を展開していく。借地権保護協会の中心の高木益太郎、代議士、弁護士、法律新聞主催は、旦那衆を日本帝国の活動の枢軸になる人間である。これ、中東種族の盛衰はやはり国力の強弱に影響すると述べている。廃税運動。大正デモクラシーはこうして地域秩序の担い手までもが運動者となり、地殻の根幹から立ち起こる運動となっている。他方で旦那衆よりやや上層の商工業者たちが税をめぐる運動を展開していた。商業会議所連合会、55の商業会議所の全国組織が、1906年秋から翌年にかけ、日露戦争時に定められた塩専売通行税、織物消費税を三悪税とし、廃税運動を起こしている。商業会議所に集う資本家たちは特権こそ有していないものの、大きな規模の商工業者であり、旧中間層としては上層の人々である。中野武衛、東京商業会議所会頭が中心となり、政界の革新と連動させながら、運動を全国的に展開した。さらに1914年1月10日に営業税全廃同盟会が結成され、31日には商業会議所連合会も営業税全廃を決議した。営業税は広範囲な営業を対象とし、収益ではなく、資本や従業員数など、外形的基準での課税をしており、そのことへの反発である。翌2月1日には悪税廃止大演説会が大阪で開かれている。広がる住民運動。東京の他にも名古屋、京都、神戸などの大都市では、電車ガス、電気など公益企業を見る住民運動が相次いでいる。また地域の中小都市でも事態は同様であった。例えば富山県では富山電機が1911年3月より、伝統料金の他に器具損料も徴収したため、反対運動が起こった。6月6日に魚津町で三町連合大会、魚津町、滑川町、東岩瀬町が開かれた。そして、器具損料を撤回せしぶるをもって目的とする伝統問題連合会を結成し、宣言書を採択して活動を開始する。さらに農村の旦那衆である名簿家たちも動き出し、秋田の安藤和国は、現行の姿勢は官僚政治で、立憲思想自治精神に背いているといい、電気やガスの支援を主張した。労働運動と社会主義だ。労働運動も日清戦争以降継続している。労働争議の数だけでも1907年には、呉海軍工廠、東京砲兵工廠、大阪砲兵工廠、三菱長崎造船所、足尾銅山、夕張炭鉱など、軍工廠、造船所、炭鉱合わせて60件に及んでいる。労働者という自覚を持つ人々の運動が都市構造と都市問題を介して、雑業層や旦那衆の運動との接点を有している。かくして民衆創造、住民運動、労働運動が展開され、地域における旧来の構造と秩序は、その担い手と担い手に連なる人々によって揺るがせられていた。この時、彼らをつなぐ媒介官は社会主義者であった。たびたびの弾圧にもかかわらず、大逆事件で決定的な打撃を受けるまでは、社会主義者たちの活動は拠点を有しながら、地域の人々のとのつながりも形作られていた。日露戦争時に反戦論を唱えた社会主義者は、1906年1月に最初の社会主義政党である日本社会党を結成し、広範な交流を掲げて活動を行う。1906年3月に東京の市電が値上げを図った時には、社会主義者の西川幸次郎や山口古賢、あと新聞記者の田川大吉郎らが値上げ反対運動を主導し、演説会や市民大会を開催する。
1906年3月15日に日比谷公園で開かれた市民大会は、直後に騒状になり、西川、山口らは京都召集によって逮捕されている。社会主義のネットワーク。同時に社会主義者たちは日露戦争中からの地方遊説や、社会主義の書籍を売り歩く社会主義伝道行商を行っており、各地に社会主義者が存在し、社会主義のネットワークを作り出していた。北海道の札幌平民クラブをはじめ、下野同志会、栃木、北総平平民クラブ、千葉、横浜曙会、神奈川、岡山いろはクラブなど、地域を基盤とした社会主義団体があった。また、熊本評論、大阪評論など、地域単位で社会主義の雑誌が刊行されていた。和歌山の室鎮報には、社会主義者である荒畑寛村や菅野菅が務めており、社会主義関係の記事が多く目につく。あるいは、北海道の社会主義者、原子元井が、北海道移民の悲惨を告発しながら、平民農場を経営し、地域で自らの理念に基づく活動を実践するように、初期の社会主義は言論活動とともに地域での実践活動も試みていた。またアメリカに渡った片山千也高徳秋水は現地の社会主義者たちと交流を持ち、サンフランシスコなどの拠点でネットワークを作っていた。だが1907年2月の日本社会党第2回大会で社会主義実現の方をめぐり、ゼネストなどの直接行動に重きを置く高徳秋水らの直接行動派と議会を重視する片山千也の議会政策派とが対立する。直接行動派は相互扶助の思想、黒ポトキに共感し、政治権力の否定を主張し、無政府主義へと接近していく。大杉栄らが赤旗を振って逮捕された1908年6月22日の赤旗事件などは、そうした動向の所賛であった。国民の反発批判。大正デモクラシーとはその出発点においては、帝国に成り上がった明治日本が、従来の構造では対応できなくなったことに由来して起こる運動の総体となっている。様々な階層により、旧来の社会構造と秩序に対抗して展開された運動である。同時にデモクラシーの主体をめぐってのコミット自体が示されてもいる。すなわち、旦那州の集会参加や運動も、国民、あるいは市民、民衆を標榜し、批判的主体としての国民を提示しようとしている。岐阜市で伝統料金の値上げに反対し、商党同盟が結成されたとき、そこに赴いた茅原火山は、この運動を会社対自治人民の戦争と述べている。雑業層の創造も単純ではないものの、記者や弁護士たちによって国民の名による批判的潮流に位置づけられている。各層が名称こそ統一されずに人民、民衆なども含み、様々だが国民を語り出し、国民と名指しされるに至る。国民が波行的に、つまり不完全な形で形成されながら、反発に反旧返す事態となっていると言えよう。3. 第一次護憲運動と大正政変。明治の終焉。1912年7月20日、官報は号外で明治天皇の御用大書を発行した。翌日の東京朝日新聞はほぼ紙面全部を使用して、清浄陛下ご重体と報じ、7月14日以来、具合が良くなかったことや、体温、脈、呼吸数などを記し、指揮者の談話や人々の反応も合わせて伝えた。以後連日、明治天皇の容態と人々の動向が大きなスペースで記されるが、新聞の見出しは、五病狂混沌、五病性五不良、五病性嫌悪と急を告げ、ついには刻々ご危険切迫と報じる。時の内務大臣であった原敬はたびたび見舞いに出かけた。7月29日に明治天皇が死去すると、実に維新後初めて遭遇したることとて、主事に協議をすることをお借りしなりと、日記に書き分けた。同時に天皇が死去したのは29日午後10時40分だが、宮中では30日0時43分と発表することを決めたと続けている。戦争の合式だと、虚構の時間なきためならんかと、挨拶せり。その後も原は調子を述べたり、天気を伺ったりと慌ただしく動いている。7月30日の新聞各紙には、天皇崩御の大きな活字が並び、廃字が掲げられ、全紙面は天皇に関する記事で埋められた。死後しばらくの間、新聞には黒枠がつけられていた。兵庫県伏瀬村の高等小学校を卒業し、農業を手伝いながら受験勉強をした少年、大西五一は日記に、ああ、運命の神はついに仰ぐる恐れ大きい大きみをも犯したまりしか、運命とはいえあまり急にしてあかなく無情ならざるか、ただ我らは行くところを知らず、安類自ら眼底に浮かびて悲しかりきと書きつけた。体操の間学校は休校となり、人々は服もし、祝賀を自粛したことが新聞でも報じられている。乃木の巡視。こうしたとき、元陸軍大将の乃木希典夫妻は、体操当日の9月13日に殉死した。新聞は仰々しくそのありさまを報じたが、大西少年も衝撃を受けた一人で、
放蕩文をしたためている。また大将の死は国民の惰民を軽推したとの意見があり、明治の精神が天皇に始まって天皇に終わったと作中人物に言わせる夏目漱石の心にも殉死の影がうかがえる。おおむね乃木の人柄を称賛し、しかし殉死には戸惑い見せている状況であったが、若い世代を中心に冷ややかな心情も見られた。例えば白樺派の青年たちは冷淡で、29歳の青年であった志賀直哉は日記に「バカなやつだ」と書きつけている。また桐生悠々は、自殺もしくは殉死は封建の異臭であるとの観点から乃木を批判し、政治学者宇多和民は日本国民にして世界に目を向けなければならぬといさめている。天皇の死とそれに続く乃木の殉死はこれを歴史の区切り目のと感ずる意識とともに、国民としての自己を点検する素材となったが、旧思想に対する新思想や世界の世論を参照とする新たな感覚と意識が主張される。二個師団増設問題。こうした中で帝国の政治と社会に関わる地殻変動は止まらない。日露戦争前から政権は加世田太郎内閣と西園寺君持内閣が上位統合して交互に内閣を担当する、いわゆる経営内閣時代となっていた。反発と政党という2つの勢力が妥協と対抗をはらみながら政権交代を行っていたが、1912年12月5日、第二次西園寺内閣が二個師団増設問題により倒れる出来事が起こる。中国への侵略を睨んだ朝鮮に駐留する師団の増設要求であったが、西園寺内閣は財政上の理由で陸軍の要求を拒否した。反発した陸将の上原優作が辞表を出し、後継が定まらず内閣総辞職となった。陸海軍大臣は現役武官であることが求められており、西園寺内閣が対立した陸軍に倒されたといえる。原は桂太郎に向かって、非増資問題ほどわけのわからぬも、この増資問題ほどわけのわからぬものはなし。世間にては大騒ぎをなし得るも、内閣にては上原一元も夜らに漏らさず、さまでの大問題とは思わざれば、なんとか解決の方法はらんと問いかけているが、軍部が政治勢力として独自の力を有してきた出来事であった。第一次護憲運動へ。難航の末、後継の内閣となった。第三次桂太郎内閣に対して人々が反発する。二個師団増設を強引に要求し、西園寺内閣を倒したのが陸軍の徴収バスと見て取ったのである。すでに11月下旬には東京商業会議所が増資反対を唱え、全国の商業会議所を背景に増資反対実業団を結成していた。また12月19日に歌舞伎座で開かれた第1回県政擁護大会には、尾崎幸雄政友会、犬飼剛国民党が出席したこともあって、3000人以上の人々が集まり、開会に先立って、元気すでに党に見てりという状況であった。1910年に結成された立憲国民党を中心に、政友会や商業会議所も加わって、12月27日に県政擁護連合会が結成され、演説会や大会が開かれ、以後その勢いはますます盛んになる。政党とともに新聞記者などジャーナリズムが、抜族打破、県政擁護を掲げて反発批判を展開した。主要公論は、県政擁護、抜族打破の運動と政界の変動を特集した。第一次護憲運動と呼ばれる反桂太郎内閣の運動は、東京のみならず、大阪、名古屋をはじめ、日本の各地域で展開されていく。議会と総上、桂内閣での下での第30議会は12月24日に召集され、慣例によりすぐ休会し、1月21日に再開されることとなった。合わせて桂は、1913年1月20日に新党、後に立憲同志会の結成を公表する。桂も政党の必要を任じての結成であり、国民党からは新党に移った者もいた。公募の中で1月21日の本会議は開けず、出廷会はさらに15日間延長された。再開後の2月5日に桂の施政方針演説が行われた後、政友会の元田はじめ、尾崎幸雄が登壇し、尾崎は桂内閣弾劾の緊急動議を提出した。この時、尾崎幸雄が、彼らは常に口を開けば、直に中愛を唱え、あたかも中君愛国は自分の一手千倍のごとくと唱えておりますが、そのなすところを見れば、常に玉座の陰に隠れて、政敵を狙撃するかごとき挙動をとっていると、桂が宿直を利用して友情工作をする、非立憲的な態度を追求した。だが桂は議会を2月9日までに停会にした上、さらに友情工作を続けた。これには原も、桂が生死を仰ぎて議会を抑え、また西園寺を毒殺するものとして、憲政上忍ぶべからざることとして、党員大いに憤激としたためた。9日に両国国技館で開かれた第3回憲政擁護大会には、1万人を超える人々が集まっている。停会明けとなる2月10日には日比谷にあった議会周辺に早朝から人々が集まり、胸に白いバラを刺して登院した憲政擁護派の代議士を迎えた。
2月10日は政界の関ヶ原、気球存亡のただ一日という、は、この日の模様を次のように伝えている。よろず情報は、この日の模様を次のように伝えている。議会の付近や日比谷公園には、国家の大事を礼うる大なる群衆が集まり、人々は時の声を上げ、国民党代議士に対し万歳万歳と叫ぶ。ガズラに組みする代議士、官僚派を見つけると人力車から引き下ろし、小突き回したという。騎馬警官が突進したため、人々は石を投げて対抗し、大喧騒の状況が議事堂を背景に展開され、乱暴狼藉まるで当年の日比谷事件そのままとのありさまであった。こうした混乱の中、桂はなおも議会の3日間停会を図るが、その知らせが伝わったため、人々は白バラをつけた代議士を出迎える一方、訴状を起こすこととなった。議会周辺にいた人々は、宮古新聞は官僚新聞だと近隣の社屋に落ちかけた。社内に入り込み、机椅子から電話まで破壊し、火をつけ、さらに国民新聞社、放置新聞社、大和新聞社、読売新聞社、入力新報社を襲い、ガラス戸を破り内部を壊し、感染を上げている。そして各所の交番や電車を引き倒したり、投石して破壊し、火をつけた。破壊や救出された交番は86、焼き捨てられた電車は26台、死傷者は53人という大きな惨状となった。惨状は東京だけでなく、大阪や神戸でも起こっているが、東京の基礎者の内訳は、職人、店員、職工らが多く、惨状の死体はここでも雑技要素であることを示している。加えて学生の基礎者が目立ってもいる。世代という要素も入り込むつつあると言えよう。対象へ政変。定会と同時に桂は辞職を決意していたが、声優会の幹部であって原隆は、もしなお辞職せずんば、ほとんど革命的騒動を起こしてあることならんと思われると記している。こうして1913年2月11日、桂内閣が総辞職した。大正政変と呼ばれる出来事であるが、地殻変動は政党の力と相まって、ついに政権を倒すまでに至っている。原は2月13日から19日までの日記をまとめて記し、この数日間は非常に多忙にて覚書をも認め多くの余暇なかりき。もっとも大体は内閣組織に関して混雑を極めたるものなりとした。第3次桂内閣は53日の対面内閣に終わり、桂自身もほどなく没した。また、なお、桂新党が立憲同志会として実現したのは、その年、1913年の暮れのことであり、ここに政友会に対抗する政党が実現することになった。桂太郎の皇族の内閣は、薩摩藩の海軍大将山本権兵衛が受け継ぎ、政友会が協力の体制を取った。山本内閣は行政整理とともに、文官任用制令の改正、陸海軍大臣武官現役制の緩和に取り組み、藩閥の力を減ずることとしたが、これは原によれば、国内の世論を緩和する要件であった。文官の自由任用の範囲を拡大し、陸将、海将の任用資格を現役の大将、中将から予備役、交尾役の大将、中将にまで拡大したことは、政党の行動を拡大し、藩閥勢力の防壁の解除を図るものであった。シーメンス事件。しかし、尾崎幸男ら24人は、罰族との握手を嫌い、声優会を脱党し、声優クラブの後、中声会を結成した。また、国民党も声優会との提携を断った。尾崎、犬飼らは1913年3月12日に、代議士実業家新聞記者ら150人で憲政擁護会を結成し、憲政擁護のもとに批判的活動を開始した。この憲政擁護会は同時に、織物消費税、営業税、通行税の廃止を求める廃税運動を1914年1月から展開した。2月2日の臨時総会では、懲罰打破と同一の精神により、殺伐の根絶を起し、海軍を覚醒すると山本内閣を薩摩閥として批判する。1914年の壁頭から山本内閣は思わぬ事態に直面する。ドイツのシーメンス社とイギリスのビッカース社が日本の海軍士官にコンミッションとして賄賂を送っていたことが新聞に報道され、三井も絡み大規模な汚職事件と発展した。予算委員会でも島田三郎同志会により追及され、野党同志会国民党中正会は内閣弾劾決議案を提出した。2月初頭から連日この事件を批判する演説会や大会が開かれ、海軍改正大演説会が、海軍覚醒大演説会が催された。2月10日に日比谷公園で開かれた内閣弾劾国民大会に集まった数万の人々は、弾劾決議案の否決を知り、議会に赴き、そこで警官隊と衝突する。声優会の本部や声優会系の中央新聞社も包囲するという訴状を再度巻き起こした。これらを背景に山本内閣は3月下旬に総辞職した。地方の資格変動。
こうした一連の動きは旦那州、旧中間層を主体としていたが、地域においては護憲運動の動きの中から、構造的な組織として市民的政治結社の存在が指摘されている。この様相については後に触れるが、自治的な問題が政局に波及し、東京だけではなく、広範な社会の変動が起こっていたことが伺える。富山市では富山新聞社主催で、1914年2月5日に、廃税問題第1回県民大会が開かれ、1000人もの人々が集まり、新聞記者を中心に講演演説が行われた。減税計画を放置する政府を批判し、悪税たる営業税の撤廃を期し、海軍腐敗はかの新名詞事件の暴露によって内容すでに明確となれりという。そして国民とともに国民の威信を看護すべきことを期すとの参謀項目を決議文とした。地元選出の大工士本田恒行を開いて講演を行う一方、決議に従わない大義士には投票をなさざることを合わせて述べている。大正デモクラシーとはこうした大きな変動を形作るは新しい世代と連動した動きでもあった。中央公論は民衆の勢力によって時局を解決せんとする風潮論事という小特集を行い、浮田和民、林喜六、永井隆太郎、吉野作造の寄稿を得ている。地殻の変動を促す国民の台頭は政治にとどまらず思想の問題でもあった。4、民本主義の主張。新造語、民本主義。経済学者の川上はじめが、近頃しきりに民本主義の語を聞くと述べたのは1917年10月のことであった。大正デモクラシー期の前半の思想的な主張音は民本主義である。民本主義は立憲憲政などのこととともに、デモクラシーを考察した新造語として用いられている。この後の最初の使用者は新聞記者で後に雑誌、第三帝国を主催する、橋原火山と言われる。しかし民本主義は各人が書くように使用し、時として甚だしくその内容をことにするもののごとくというありさまではっきりとした定義は見られない。民本主義を論ずる者は芦原をはじめ、上原悦次郎、室伏広信ら多くいるが、その代表者として振る舞ったのはこれまでしばしば登場してきた吉野作造である。吉野作造の民本主義。1916年1月の中央公論に発表した論文、憲政の本義を説いてその優秀の美をなすの道を論ずが、吉野の民本主義の考え方は最もまとまった形で論じている。雑誌論文でありながら100ページを超える長大なものである。ここで吉野は政治の目的と方針の決定、及び政治制度とその運用を議論の中軸に置き、ヨーロッパを中心とする各国の歴史や現状の事例を豊富に紹介し、民本主義論を展開する。成熟した国民の存在、国民の教養を前提とした上で、立憲政治という憲法をもってする政治について論じ、その立憲政治の根本に民本主義を置く。民本主義を定義して、吉野は一般民衆の利益幸福及びに、その意向に重きを置くという政権運用上の方針とした。吉野は民本主義をデモクラシーの訳語とする。この時デモクラシーには今一つ民主主義の訳語があるが、これは国家の主権は人民にあるというもので、君主国日本にはふさわしくないと退ける。吉野は民本主義を主権の存在ではなく、主権の運用の概念とした上で、政治の目的を一般人民の利福に置き、政策の決定は一般人民の意向にあるものとした。主権は天皇にあることを前提とし、人民のための政治、人民の意向を重視する政治として、民本主義が提唱されたのである。この点から吉野は国民を阻害する枢密院や貴族院、藩閥や元老の存在、朝鮮主義に基づく内閣を批判することとなる。それら封建的で専制的な旧体制、旧勢力を憲政、民主本主義の理念で改革し、自由主義的な改革を対峙し、政党政治の実現、選挙権の拡張、下院、衆議院の重視などを主張した。吉野の民本主義や封建時代に多年養われたる思想と因習が、なお制度の上に残存しているという認識、古い藩閥との対決の位相においてリアリティを持っている。吉野は言い方こそ国民、人民、民衆と一定していないが、デモクラシーの単位を国民とし、制度の運用の点でデモクラシーを把握していた。選挙の一票は国家の運命に関わり、投票は国家のためにするものとし、国民の育成を図り、より良き国民国家の運営としてのデモクラシーの主張を行っている。要するに民本主義とは国民を起点とし、大日本帝国憲法の運用によって、政治社会の改良を図る議論と言い得る。変化する吉野。民本主義の背景にはこれまで見てきたような日露戦争後からの国民民衆の登場があるが、実のところ吉野は日露戦争には同調的であり、この時には愚民感も見られた。また口実するように中国侵略の対価21か条要求に対しても支持していた。だが吉野は同じ1916年の中央公論史上に中国革命を支持し、日本の中国政策を批判する大使外交根本策の決定に関する日本政策の混迷と
植民地統治としての憲兵政治を批判した満漢を視察して公表している。中国や朝鮮の民族の主張に目を向け、対外的にも強圧的で自由を抑圧する軍閥主導の政策を批判した。吉野の民本主義の議論はこの後も朝鮮の中で修正を行っていくこととなる。対内対外面における旧制度と強圧的な旧思想及び罰族に対する批判、ここに吉野の民本主義を伺うことができる。こうした民本主義の背後には第一次世界大戦の開始の影響があり、第二インターナショナルの活動という世界的な動向が無視できない。天皇機関説論争、吉野の民本主義に反論し対抗したのが憲法学者上杉晋吉であることもこのことを裏付けている。上杉はすでに1912年に憲法学者身延辰吉との間にいわゆる天皇機関説論争を展開した人物である。身延が唱える天皇機関説とは、国家は法律上の人格を有し、法人としての国家が主権の主体となり、天皇は国家の最高機関となるという学説であり、自由主義的な憲法解釈であった。この学説に対し上杉は天皇による統治を理論上排斥するものとして批判したため、身延との間に論争となった。上杉身延は共に大日本帝国憲法を前提とし、上杉が帝国国体に焦点を定め天皇主権を論ずるのに対し、身延は統治権の運用で立憲制の道を探っており、藩閥政府や政党政治に対しては正反対の態度となる。この上杉は吉野の重要な論敵であった。また上原悦三郎やらその他の民本主義者も上杉への批判を行っている。吉野批判と民本主義の潮流。もっとも吉野の民本主義はしばしば主権論の欠落が批判され、同じ民本主義学者からも憲政の本議論文には多くの批判が出された。足原火山はデモクラシーを使い分けている吉野博士と述べ、デモクラシーとは人民の支配という室伏隆信は、吉野はデモクラシーの意味を狭くしていると議論の不徹底さを批判する。だが吉野は原則的であるよりは選挙権拡張や言論の自由を含む社会的な自由に議論の比重を置き、現実的で実効的な提案を行っている。一見妥協的に見えるが制度の改変を要求し、旧時代の異物たるいわゆる特権階級を民権の発達の観点から批判し、一般人民という政治上の主体を抽出し、持続的に議論を行った点にその資質を見出すよう、民本主義は多様で幅広い潮流を有していた。足原火山が主催する雑誌第三帝国には、上原悦三郎、悦次郎や犬養毅、尾崎幸雄らら旧制度への批判者が寄稿する中、中央公論の常連であった田川大吉郎や東洋経済新報に拠点を置く三浦哲太郎らも顔を見せ、民本主義を鼓舞していた。第三帝国の当初欄、青年の叫びはに地域の青年たちが投稿している。例えば福岡の上川利平は普通選挙を要求し、彼ら労働者に最大の利権となるべき普通選挙権を与えて彼らを人間とせねばならぬ、彼らの血管にも我らのごとき血球を活躍させてやらねばならぬと普通選による現状改革の議論を行う。民本主義が中央の思想家にとどまらず地域的に広がりを持ち、若い世代が積極的に参画していることがうかがえる。東洋経済新報での石橋丹山の議論も国家のより良き発展を図る立場から現状批判をし、文学の分野でも白樺、反響などに集った青年たちもそれぞれの立場から抑圧的な体制を批判した。白樺創刊号1910年4月は互いの許せる範囲で自分勝手なものを掲載するといい、旧思想からの踏み出しを宣言している。立憲主義と帝国主義。だが民本主義の議論は帝国の根幹に触れるところまで及んでいない。大日本帝国憲法の壁とともに帝国意識が大きく立ち上がっている。そもそも民本主義の基礎をなす立憲主義の出発点は、内に立憲主義、外に帝国主義を唱えるところにあった。民権論と国権論、自由主義と国権主義を結合させ、双方により国家の交流を維持するとの主張である。また宇久田和民は過去の帝国主義と区別し、現行の帝国主義には多くの倫理的要素があり、軍事的ではなく国民の経済的要求であることを言い、経済的な膨張主義は容認している。国民を主体とした立憲主義とその観点からの変革を唱えると同時に、帝国主義を再定義し、侵略武力ではなく経済的な膨張を言う。浮田は倫理を持つ者として経済的な帝国主義を肯定していく。この帝国主義を容認する立憲主義や民本主義の観点からは、膨張主義に対しての歯止めが なされにくい。三浦哲太郎の地方日本主義。この点にギリギリまで踏み込み膨張主義に挑んだのは三浦哲太郎である。大日本主義か小日本主義か、いや満州放棄か軍備拡張かで、三浦は大日本主義を領土拡張と保護政策によるものとする一方、小日本主義はそれに反対し、内地の改善、個人の自由と活動力の増進を手段とするものとした。
三浦は財政上の数字を上げながら大日本主義の禍根を指摘し、台湾、朝鮮、樺太及び租借地の関東州を領有することの国民的の大浪費を訴える。しかもその金銭的負担にとどまらず、軍閥の跋扈、軍人政治の出現、軍人オーガの感情をその加害として挙げ、大日本主義の大原型を厳しく批判する。日本のありよう憂いての批判であり、より良き国民国家を目指すがゆえの大日本主義批判である。三浦の議論に対しては中野聖吾、大国的 大国民人物が国としては大国を立つべし、国民としては大国民をなすべきと反発を見せたが、東洋経済新法は経済的な合理主義の立場から小日本主義を唱えて植民地領有に疑義を呈し、軍備拡張にも反対する主張を行っていく。一般的な読者を相手とする太陽中央公論などが人々の動向に左右され、歯切れが悪くなるとき、小雑誌である東洋経済新法は批判的な民本主義者の顔をはっきりと打ち出し、民本主義のラジカリズムを貫いていく。この後も東洋経済新法は石橋湛山らにより選挙権拡張、普通選挙制度の採用を唱え、植民地放棄を主張し、民本主義の最も急進的な議論を提出する。大逆事件と不意の事態。民本主義の歴史的位相を考察するためには、今一つ批判的な言論である社会主義との関係にも研究しておく必要があろう。1910年以降、社会主義者たちは大逆事件により公然の活動を封じ込められ、いわゆる社会主義の冬の時代に陥った。大逆事件は社会主義者の宮下拓らが爆弾を製造したこと、同じく内山工藤がダイナマイトを所持していたことを明治天皇の暗殺という容疑に仕立て上げ、社会主義者を一気に弾圧しようとした出来事であった。天皇暗殺はおろか、爆弾製造に関与しなかった社会主義者たちが次々に逮捕され、宝徳秋水、菅野すがら24人が大逆罪により死刑判決を受け、1911年1月に12人に死刑が執行された。主要官僚である平沼喜一郎らが作り上げたといわれる大逆事件により、社会主義の運動は一挙に失速し、これまで共感を持っていた人々も衝撃を受け、社会主義から距離を取ることになる。社会主義者はそれまでにも尾行がつき、行動の一つ一つが監視されていたが、大逆事件以後はさらに厳しくなった。徳富ろ過のように、公然と政府に対し批判を行った人物もいるが、多くの人々は表立っての活動をなすすべもなかった。生き残りの社会主義者である酒井俊彦は、売文社を経営して、国王をしのぐ算段をする傍ら、異文に満ちた指揮官し、ヘチマの花を刊行した。また、大杉栄、荒畑寛村らは、近代思想を発刊し、再起を期す。共に社会主義者の結末を維持する試みである。結束を維持する試みである。あるいは社会主義者たちに資金提供を行い、自らもそこに参画した経験を持つ、医師加藤時次郎は、1912年に東京新橋に実費診療所、後平民病院を創設して、定年維持を行い、中等貧民を救済しようとする。それぞれの温度差はありながら、日本の社会主義運動は今まさに一飛んだの場合である。したがって、すべての社会主義者はここしばらく猫をかぶるの必要に迫られておるという状況だった。こうした中、1915年3月の総選挙に、文学者、馬場孝胡長が選挙権の大拡張、軍備縮小などを掲げて立候補したとき、売文社の安成貞夫が選挙事務を取り仕切り、社会主義者と民本主義者の緩やかな共同戦線が実践される。また、売文社には民本主義者の顔が見られ、近代思想は白樺に対しての親近感を述べている。民本主義者と社会主義者とは断線していたのではなかった。だが、社会主義者が展開していた帝国主義批判は、すでに見たように民本主義者にはなかなかに困難である。かつては愛国心、軍国主義を頂点に、帝国主義を批判する、高徳秋水、帝国主義の出版をはじめ、平民社の活動や、週刊平民新聞などの機関紙を通じて、傍聴主義や戦争への批判が活発に展開されていた。しかし、社会主義が弾圧により失速したとき、帝国主義への批判は急速に衰退する。民本主義の歴史的な評価が揺らぐのは、内政的には自由主義を主張しているが、それが国権主義と結びつき、対外的には植民地領有や傍聴主義などを容認し、帝国との引っ張りした態度が取りにくいためである。こうした点から民本主義は一国デモクラシーと言うが、それはまさに帝国のデモクラシーの姿でもあった。女子の作造や特に東洋経済新報グループは、この後も一国デモクラシーの臨界までの議論を提供していくこととなる。5、新しい女性の登場。政党の女性たち。原始、女性は実に太陽であった。神聖の人であった。今、女性は月である。北に従って北の光によって輝く。病人のような青白い顔の好きである。雑誌政党の創刊号に掲げられた平塚内定の評論の書き出しである。これまでの義語文とは異なった文体と形式で女性性を宣言する。
政党に集った女性たちも旧制度と旧勢力への批判を開始した。政党を刊行した政党者は政党社会則第一条に女流文学の発達を図り、各自天部の特性を発揮させ、他日女流の天才を生み出すことを目的とすると定める。第5条にはその目的に賛成した女流文学者やそれになろうとする女子は、人種を問わず社員とするとした。また男子に関しては目的賛同者で社員の尊厳に足ると認めた人に限って客員とする。20世紀初頭の帝国の資格変動は女性たちの視点をも動かした。政党者の発起人は中野初子、東京、安持佳子、愛媛、木内定子、東京、もずめ和子、東京と平塚春子、来亭、東京であり、もずめを除く 4名は、みんな日本女子大学の卒業生であった。政党の執筆者は150人ほどで、社員は90人から100人の間と推測されているが、参上員を含めると、関係者の出生地は23府県に及んでいる。高等教育を受けた女性も少なくなく、自己を表現しようという意思を持つ女性たちが、文学という形式をとりあえず選択し、全国から集合した。良妻賢母にこうして、政党に集った女性たちが念頭に置き、批判の対象としていたのは、良妻賢母思想である。良妻賢母とは、女性たちを妻として私的な領域である家族に留め置くとともに、将来の国民を産み育てる母としての献身的な営みを通じて、国家、公に連結し統合するという近代社会の規範である。良妻賢母思想は一見し、女性の役割を認めるように見えながらも、女性の主体を損ない、男女の実際的な不平等と不自由を作り出すものとして、平塚からは厳しい批判の対象とした。男性社会に対抗すべく、平塚来亭は私は新しい女であると宣言し、男性の便宜のために作られた古き道徳法律を破壊しようと述べた。また翌2月には神田のキリスト教宣伝会館で、政党者第1回公開講演会として新しい女講演会を行い、1000人近くの聴衆を集めた。これ以前にも新しい女という言葉があったが、来亭は女性の立場から男性の言う新しい女を再定義し、批判的な概念に作り変え、女性たちの宣言としたのである。この時男性たちの反発は強く、政党者の女性たちへの中傷や揶揄が多く見られた。私の実現へ、4年6ヶ月の間52冊刊行された政党には、女性たちの多くの文章が掲げられ、それぞれ自己を主張し、自己を阻害する男性社会を批判した。荒木イク、手紙は不倫の関係を描く小説だが、恋愛に自己実現を求めた。この後は発禁処分。なお、政党はこの処分を3回受けている。また、個性を重視し、自己を生かすことに努めるという、岩野清子は、新旧思想の衝突をも辞せず、家族、家庭を呪い、旧道徳を破壊することを言う。そして自我に頼り、自我を充実せしめる個人主義を標榜する。様々な形式や文体により自己実現の方策を探り、家庭や生き方の理念を記し、恋愛や結婚、離婚を論じているが、政党に掲載された作品は、自己の体験を告白的に重ねて内面を綴り、悩みや思いを語るものが少なくない。小説には教師やタイピストなどの職業を持つ女性たちが登場してもいる。彼女たちが目指していたのは私の実現であり、男性とは異なる価値観と生き方を持つことであった。先の原始、女性は太陽であったでは、男性を羨み、男性を真似て同じ道を少し遅れて歩もうとする女性の姿は見るにしなびないと述べている。そのために結婚制度を拒絶し、家族制度を批判するとともに恋愛を重視する。恋愛は人間の自然の感情として自我の感情尊重と重ねられ、恋愛を通じて個を追求する姿勢を探ることとなる。このことは社会や世間の両属と対立するのみならず、理念としては近年を支える男性化した国民とは異なるありようを求めるものになる。また男性との関係による女性ではなく、女性自らの自立の論理を探ろうとし、性的な関係を軸とした自己の定立の主張となった。こうして政党は女性の性的な存在を出発点とし、そこから様々な関係性が探られ、性別に基礎を置く役割分担への疑問が表現された。締結と堕退。政党者は1913年9月に概則を改正し、女流文学に力点を置く姿勢に女子の覚醒を付け加えた。また1914年11月からは、種族打破を言う伊藤野枝が編集主幹となり、政党の紙面にも変化が現れてきた。その例として、低層脱退廃止をめぐっての論争が、政党などを舞台に展開されたことを挙げる。低層と脱退をめぐる論争に少し立ち入ってみよう。低層論争の発端は、生田花代を食べることと低層とであった。生田は問わず語りに自らの体験を告白しながら、女の独立を実践しようとしたとき、食べることと低層との事実に直面したこと、すなわち低層を生活の手段としたことを示唆した。
これに対し安田さつきは生田に対し猛烈な反発をした。生田の言はほとんど冷めた女の叫び声とは思われないほど自己を侮蔑した言葉だと言い、人間女自分を葬り去る者と強い調子で批判する。またこのやり取りに伊藤の絵も参入し、生田を批判しつつ、女性とともに男性の貞操も問題とすべきであると述べた。さらに今度は安田さつきが書いた貧困ゆえに脱退した女性を主人公とする創作に対し批判が投げかけられる。伊藤農園は政党の同じ号で安田に対し命を育んだ者を脱退することに疑問を呈する。その伊藤に対し平塚雷帝がこれもまた自らの体験をもとにして否認に対するためらいを告白しつつ、生としての夫人の生活、士族に対する夫人の転職と個人としての夫人の自分自身の生活の間の矛盾衝突を指摘する。平塚にとってみれば安田や伊藤は女性性を見過ごして貧困すなわち生活難にのみ問題を修練させているように見えたのである。政党の人々の主張は1920年に新女子を創刊する朝鮮半島の女性たちとも連動しており、20世紀初頭の東アジアの女性たちの活動には共通のものが見られた。もっとも政党には民族への言及はなく、帝国の女性としての問題はまだ日程には挙げられていない。こうした中、中央公論の臨時増刊、婦人問題号が刊行され、さらに婦人公論、主婦の友が創刊された。主婦の友創刊号は120ページ1万部の発行であった。経済面への言及とともに、家庭生活の合理化を図り、衣食住にわたる実際の知識を提供し、女性たちに主婦としての主体化を促す。身の上相談。無論こうしたことに足を踏み出せない女性たちが、数としては圧倒的に多い。読売新聞は1914年4月3日から、読売婦人付録をつけ、そこで女性たちを励まし、新たな家庭像を中流と重ねながら提供した。中でも婦人付録で身の上相談を開始したことが着目される。私は許嫁のあるものですが、以前ある他の男性に接吻されたことがあります。果たして接吻は古来日本でいう意味で身を汚すも同様でしょうか。もしそうならこんな汚れた身を持って純粋な許嫁の夫と結婚する資格はないと思います。それゆえ一生独身で送ろうと思いますが、いかがでしょうか。この時回答者は心から許して接吻されたのでない以上、決して身を汚していないと述べており、心の問題として収集を図るが、純潔の規範そのものは改変することはしない。逆に、反問する相談者の乙女心を評価し、規範を強めている。身の上相談は女性たちに相談を通じての主体化を促した。またこの欄を読む女性読者たちは、相談者と回答者のやり取りの中に、自明視し自らを拘束していたあるようが、一つの規範として提示される様を見ることになる。自爆のからくりが会議の対象とされ論議されることにより、相対化されていくことにもなったろう。さらに女性たちが捉えていたのはこうした動きだけではない。1901年2月、奥村伊代子によって設立された愛国婦人会は、日露戦争で出征部隊への送迎から、留守家族への慰問、傷病兵や戦死者遺族への慰問、戦病死者の回想のほか、慰問袋を送り、金品の寄付も行っていたが、その後も活動を継続する。各地に愛国婦人会の支部が作られ、地域の名家の女性たちが集い活動した。朝鮮での義兵運動弾圧のための出兵やシベリア出兵の時にも慰問袋を送っており、草の根の保守も組織化を通じて活動していた。国民の一人として男性を保守することが女性の役割であるとする潮流も大きく動き出している。新しい女へ。だが新しい女たちの支持はじわりと広がっていった。北陸タイムズに掲げられた石壁悠長新しい女のためには、新しい女が登場してから年月が経ったが、社会には未だ無知な無理解な無小殺な無益な嘲笑と迫害が絶えないと批判する。新しい女たちへの無理解と嘲笑に対して憤りをぶつけた論評となっている。そして石壁は、時勢は彼女たちの ごく少数者を覚醒せしめた。彼女らのごく少数者を覚醒せしめた。自覚したら少数の新しき女が幾百年来男子の奴隷たりし境遇から脱して真実の人間たり真実の女たるべき努力しつつ、かつ多数の良性に向かって覚醒を促しているのだ。それがなぜ悪いかと全面的に新しい女を擁護する。食事の世話と子育てだけの泥人形を好む男は、男自身が泥人形と同等であると男性への批判を展開していく。